マツダ757は1986年ルマン24時間レース及び全日本耐久選手権参戦用にマツダスピードが開発したプロトタイプレーシングカーである。マツダ初の3ローターエンジン 13G 型を搭載。車誌デザインはナイジェル・ストラウド。ボディデザインは巻き替え位置などを設計した三村健二。変速機は ポルシェのトランスミッションギアユニットを採用し、ギアケーシングをマシンに合わせて自社設計、製造した。前年までのマツダ 717C、マツダ 737C の2ローターの C2 マシンから上のクラスにステップアップを目指し開発され、1985年末にシェイクダウンした。c にクラスでは、フォード DFL 等当初は C1 として使用されていたエンジンがプライベータによって、 C2 クラスに参戦してきた。ライバルエンジンは2ローターより出力が大きく燃費が良かったので、松田としての対策が必要であった。そこで2ローターを3ローターにすることによって馬力向上を行ったが燃費が悪化して C2 の燃費規定を満たすことができなかった。そのため C1 へのステップアップを考えていたが、3ローターエンジンでも450馬力であって、 以前600馬力と言われるターボ勢と対抗するには馬力上不利なため C1 の最低車重 850kg より最低車重の低いイムッサ GTP 規定でレースに参戦しライバルの C1 マシンより優れた燃費特性で対応する戦略を取ることになった世界耐久選手権ルマン24時間レースにイムッサ GTP クラスが設けられたのは本来アメリカイムッサ で活躍するマシン、チームの参加を促すためであったが、イコールマン24時間レースにおけるイムッサ、GTP クラスは事実上松田専用とも言える、カテゴリーとなっていく。マシンとしては、当時の C1 クラスの代表マシンのポルシェ 962C を参考に設計開発された。これは、 ナイジェル・ストラウドは当時ポルシェ 962C のオリジナル改良モデルの設計を経験していたことも関連していると思われる。メインモノコックはアルミ製でサイドラジーター方式を採用。サスペンションはフロントにスプリングダンパーユニットをフローティングタイプとしたダブルウィッシュボーンを採用してコーナーリング特性の向上を図った。リアサスペンションはベルクランク方式を採用。 ボディデザインもポルシェ 962C をベースにダウンホースを減らし空気抵抗を低減させるデザインを採用した。ボディ設計を行った三村健二は日本とイギリスで風洞実験を行い数値上の空力特性はポルシェより良好だったと述べている。変速機はマツダ 717C から 737C のにローターの C2 マシンでは ヒューランド製を採用していたが、ルマン24時間レースでは容量が不足し、オーバーヒートが常に発生する状況であったので、ポルシェのギアユニットを採用し、ギアケーシングを自社設計、製造することで、マシンとしてのトータル性能の向上を図った。2ローターの全部にローターを追加する小僧でサ3、ロータ化を実施。当初から電子式インジェクションを採用。 出力軸は1プラス2の構造で低波結合方式を採用した。なお、バランスを取るためにローター部の出力軸は新規設計となっている。また、エンジン全長が伸びることによる合成低下を抑えるため、エンジン下部のオイルパンはアルミニウムの1枚板からアルミニウムハニカム板に変更になった。3ローターエンジンの最終エンジン形式の故障は、 ベース専用のサンドウォーターエンジンは R20 バイト、市販用は20バイト。なお1988年から富士 GC 用として R20 バイトで市販された。デビュー戦は1986年全日本耐久、第一戦、鈴鹿 500km で6位完走。次戦富士 1000km には参加せず、前年までと同様世界、スポーツプロトタイプカー選手権、第二戦、 シルバーストン 1000km に参戦、13位で、完走する。WSPC 第3戦、ルマン24時間レースでは、同じ日本のトヨタ、日産を上回るペースで周回を重ねたが、ドライブシャフト既存等で2台ともリタイアに終わった。全日本耐久後半戦では、安定して、完走を続け、最終戦、富士 500km では4位に入賞している。ツダスピードは、 ニューマシンを開発せず、マツダ757を熟成して参戦。4ローターエンジン専用車シ C シを備えた767が投入され757は、ルマン24時間レースが最後のレースとなったが、トラブルで交代した767を上回る15位で完走している。マツダスピードとしてはこの年のルマンが最後になったが、その後も、生末レーシング、 片山レーシングに放出され1991年までプライベート参戦を続けることとなる。松田スピードは767バイトを投入するが、セイレーシングの757の方が順位が上となるレースもあった。ありがとうございます。